はい、どうも皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。黒田の拓也でござます。今日も張り切っていきたいと思います。黒田拓也のタイムアウトはい、ということでね、今日も頑張っていきたいと思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか えー、私、黒田拓也愛も変わらず元気でやっております。麺を食っております。美味しいですね。天下一品、一風堂、アフリカオタンあのれん、油そば、えー、油そば、総本山、スポンサーになってください。応援してます。ということで、えー、今回もね、 第15回目ということで15回ですよもう野球で言ったらもう眠たくなってる時間ですよもう延長はもう延長でもう眠たい時間ですよ皆さんお付き合いいただきましてありがとうございますということでねえー、アルバム聴いていただいていますでしょうか「フライムーンダイスーン、えー」全10曲ですね日本版は44ンンとメルロのリミックスもぶち込まれておりますが 本当に今回のアルバムはね全編通してゆっくり聴いていただけるようにいろいろな采配、えー、をしております。あとは音像にむちゃくちゃこだわってるのでですね曲の始まりや終わり方とか曲中のそのエフェクトとか音の左右の振り方とかいろいろ今一度ね静かな部屋で聴いていただけたらいいかななんて思っておりますが今日はどんな話を しようかななんて思いながら今今日ここにえ来ております。あのー、感覚についてちょっと話をしてみようかなと思うんですが、何もそんななんかこう難しい話ではなく、日本で生活しているリズムなりえ時間の感じ方とニューヨークに ってまあ今で今17年になるんですけど、まあ、今は日本で今ちょっと滞在中でもうすぐ帰るかななんて考えたりもしている時ですがなんかこうやっぱこう全くフードやカルチャーや人々の動きも違う中でいつの間にか僕もその向こうのリズムなり考え方感覚になってしまうものっていろいろあるんかななんていうことをちょっと、えー、面白いかななんて 思ってます前回なんかあの仕事の仕事が急に来んねんニューヨークはっていう話をちょっとしましたけども,もあれがまさに何かその感覚というかもう「ああ今日何もないわ一日何しようかな」なんて言っとったらプルーって電話かかってきて2時間後にこのスタジオ来てくれるかとえ大きなちょっとオンラインの仕事があるとギャラは5万出るなんてね わ悪ええー、やんかええー、仕事やんか行くわすぐ。なんてそんな仕事に助けられたりなんてことも多々あるんですが、えー、他にはどんな,なんかそういう時間や感覚の違いがあるかななんて思ってたんですけども東京でここ数ヶ月過ごしてみてすごい思うが、ん、これもまた時間の話なんですけどまだこう移動とかに慣れてないから俺がね なんかこう思うかもしれないですけど東京にいるときに1日に何個もタスクをすすすするるのががごいい難しい気がするんです逆に言うとニューヨークにいると例えばじゃあ起きて練習して飯食ってでハーレムの方にブルックリンからハーレムと電車に乗ったら40分か1時間行って2時間セッションしてで帰ってきて。 パソコン開いて、ちょっと録音して、で、なんか送って、録音物を。ほな、友達から電話がかかってきて、今家の前におんねん、コーヒー飲まへん、コーヒー飲む、30分しゃべる。ほんで、また家戻って、今度、またミュージシャン友達来て、ちょっとセッションする。で、もう一個リハする、晩ご飯食う、ライブ行く、仕事する。 帰ってくる日本でこんなんできへんよなって思うんですけどこれ、まあ、もしかしたら俺の時間の感覚があれなんかもしれないですけどなんかニューヨークってなんかこう街の作りがこうすごく機敏に動けるように設定されてるっていうのもあると思うし物理的に多分ちっちゃいんですよね東京と比べたら。例えばでわからんなんか池袋行って日本橋行って。 えー、共同行ってとか <laughs> あんまり一日でするという感覚じゃないと思うんやけどニューヨークやったらブルックに行ってブロンクス行ってマンハッタン行ってクイーンズ行けんことないのよねなんか意外と。で電車とか実は比べたら時刻表なんて向こう合ってないようなもんやから日本なんかより比べたらその正確な時間の あのスケジュールだと絶対できないのになんかそういう強引なこのスケジュールは立てやすいなんでなんかなとかってすごい思うんやけどなんかその辺の時間の感覚はなんか全然まあじゃあそれはまあじゃあ時間の感覚は大きくやっぱりこう違うっていうのは分かるんですけどじゃあ味覚はいかがでしょうっていう話なんですが。 まあこう話してるようになかなかこう日本から来るとまあ麺だの飯だのが食いたいわけなんですがまあ向こうに住んでたら好きなもんばっかり食えるわけじゃないんでいろんなもん試しながら食っていろんな食べ物好きになるんですけどまあいかんせん私はですねまあこう見えてもジャズ会ってうのグルメなもんでですね何でも食べちゃえるわけなんですけども向こう行ってやっぱ最初にびっくりするのがもう。 頼んだ料理のこのサイズ感がむちゃくちゃでかいですね。もう1人前のチャーハンとかこっちで言ったら2.3人前ぐらいあるんちゃうか。で、ほんまにあると思います。だからあんなもんを毎回完食してたら、そりゃでかなりますよ。日本人の人は。絶対でかなりますからね、あんな。コーヒーとかでもラージサイズ頼んだら、たぶん1リットルぐらい入れてきますからね。 タプタププですよねだからそういう意味では胃袋は絶対にみんなでかくなるんじゃないですか一回は、まあ、その後みんないろいろ自分の体とのバランスを見つけるとは思うんですけどもやっぱ基本的に摂取する量が日本の方のものとやっぱ向こうの方でちょっとレベルは違うのかなっていうのは見せつけられるまあおそらく体格自体がね向こうの方が大きい方が多いかなっていうのは相対的には思うんですけどもまあ あとは味付けとかも全然違いますよね。もう醤油1個とってもなんかちょっとなんか甘いかな向こうの方がみたいな思うしあとすごい思うのが、えっと、日本の日本でご飯する時ってこう分ける文化すごいあるじゃないですかえ例えばじゃあ5人でレストラン行きますそしたらあなんか適当に頼んでみたいなあねこれなんか分けようみたいな。 あのエミチリーとーみたたいいな、な、もやし炒めとーみたいなみんな分けようみたいな感じご飯だけ頼んねーみたいな感じになるんやけどむあのね僕の友達とかもそうですけどアメリカ人とかもう「これは俺の」「触らんといて」っていうスタイルがすごい多いその分けるスタイルがも,もちろんあると思うんですけど何かを頼む時にベストなんでなんかこう「これが俺の」っていう頼み方をするのにすごい印象的でした。 割り勘文化がないのかなというのもちょっとあるんです。結局そうやって頼んだら絶対割り勘になるじゃないですか。そうやって分けようって言ったら。でも結構結局向こうってその別々で払うことが多いんで会計になってもあ,あ俺の分これ俺の分これっていうふうにあと感覚としたらこう値段を見たときにレストランで常にこう20%増しで見ないといけないそれチップ払わないといけないんですよ向こうって。だから 15%20% 増しでプラス消費税もきますから。 結構プラスで考えないとびっくりしますよね例えばじゃあ10ドルのご飯を頼みます8パーとかかな向こうあれがタックスがそれでも1ドルプラスでしょ大体でそれに15から20なんで1000円のもの買ったら大体1300円覚悟になりますからその辺の計算でも全然感覚が金銭感覚は狂うなという感じはします。<music> まあその食べ物の話もそうなんですけどももうこの17年で結構ね刺激物が食べれるようになったと思うんですよ。僕はあの熱いものと辛いものにものすごい反応してしまうわがままボディの持ち主でですね昔からラーメンやなんやくったらもう T シャツの半分びしょびしょになるぐらい汗かきで有名なんですがそれでも好きなんですよ。ただこのレストランでそういうことが起こってしまうともうね店中の。 紙を使ってしまうことになるから結構避けてたんですけどそれでもやっぱり向こうの香辛料ってめちゃめちゃ強いじゃないですか。ていうか日本って香辛料そんなに使わないですけども他のこの有名な国の料理っていうのは韓国料理中国料理あとはまあ結構他にも辛い料理いっぱいありますよねなんか。結構あのベトナムのフォーとかもよく好んで食べるんですけど。 もうそのテーブルに自家製のスパイシーソースを置いてるんですよね、向こうで昔それ、僕、スプーンの先っちょ、ちょっとだけでも汗びちょになってたんが、もう最近、それないと食えんくなってきて、もうドバドバかけて、で汗も気持ちいえ、周知心も減ってきたんかもな、なんか、汗かいてもええわみたいになってきてるんかもしれないんですけど、もうむちゃくちゃ辛いの食えるようになってきて、最近、ああ、ちょっと、おっさんのベロになってきたんかもな、なんて。 ちょっと思っております。まあ、感覚といえば、じゃあ例えば色彩感覚なんてのも、えー、ございますけども。まあ、色なんてあんまり普段意識してみないけど、例えば洋服だとか。そのファッションセンスに関したら、本当に自由な場所やなとニューヨークは思うんですね。なんかこう似たような格好してる人がほとんどいないというか。 古着文化がすごい強いんで結局みんなコストを抑えたいから古着屋さんに行って気に入ったものを買ってコーディネートしてまた売るっていう,そうだから例えば僕の家に10人友達が遊びに来ましたと似たような格好してる人1人もいないそれは日本の方も含めて結局やっぱあの街にいるとなんかこうどんな格好してもいいんだっていう感覚になるし自分が気持ちいいファッションをする方がベスト。 なんていう話ももありますけども昔ニューヨーク行った時1年目僕あんまりおしゃれというかファッションに興味がなかったからどんな服着たらええかわからへんからあのスポーツ選手が履くした黒いジャージに上も同じジャージ着全身黒で帽子かぶって。 学校行って黒ずくめで学っ行って今考えたら恥ずかしいなーなんて思うんやけど全然それで良かったんですよその時の感覚としたらもう目立たん方がええわというか逆に目立ってたんですけどね全身黒で,で今になったらもう全然原色の服も着ちゃうしオレンジの T シャツ着て全然うろうろしてるんですけど日本で同じ格好してたらやっぱ言われますもんね「うわオレンジ!」とか言ってんからこう。 奇抜な色を着ることになんか全然億劫じゃなくなったというか昔やったら絶対着いへんかったなっていうのはあるっていうのはおそらくもう町中のみんながいろんな格好してるからちょっとやそっとのそのなんかこうコーディネートじゃ目立たないっていうのもまあこんな頭してるから余計ねなんかこうでも昨日ちょうどね友達のデザインやってることを話してたんですけどでもたかやなの中はやっぱ濃いから多少なんかそういう濃い格好 なんて色とか使ってもまあバランス取れるかもしれないですけど僕がやったら絶対おかしいですねなんていう話をしててああまあそうなんかななんて思ったりもしましたけどまあそういう色の感覚とかあとこれすごい思うんですけど明るさの感覚僕日本帰ってきてすごい思うんです明るすぎると思うんですよねいや明るすぎないんですけどかニューヨークが暗いかなんですけど基本間接照明で。 で最近になってまあ LED 増えたなっていう感覚はニューヨークもあるんですけど僕の家なんか基本あのまだ黄色い電球でずっとやってたから色がこうやっぱ落ち着いててリビングとか家の中でも。だから結構どちらかというと暗めで常に生活してるイメージがあります。で日本に帰ってきてき トイレとかでその真っ白の電球の中で鏡とか立ったら久しぶりに赤裸々な自分を見たなって言ってうわっと思ってうわ日本は裸になるわあ思って気をつけなあかんわー思ってますわほんまにそれはすごい違いやと思います <music>、えー、そうですね時間の感覚味覚と色彩感覚的に来ましたけども最後はじゃあお耳 お耳聴覚,聴覚もう絶対違うんではないかという話これを話したかな,なんかそのカーステレオで爆音でニューヨークの人結構聞いてる人がいるみたいなあんなんはもう僕は信じられないぐらいうるさい音量なんでびっくりしてしまうんですけどもそんなん見るだけでも絶対に違うでしょうね日本のものとその。 なんか向こうの人のその音の捉え方なんていうのも違うし基本声でかいっていうイメージはありますなんか向こうの人の。で俺も昔から声でかい方なんでまあこれ以上でかくなった昔よりでかくなったつもりはないですけどもなんかまあ大きい声でみんなで喋り合ってるなっていうのは感じますがなんかその。 僕の住んでるニューヨークのブルックリンのことだけで言うとまあうるさいうるさい交差点に住んでるんですよ僕ってもう朝から晩までクラクションは鳴り響いてるわもうよう喧嘩もあるしもう窓の真下で僕ら僕の家2階なんですけど事故もあるしキードーンとかもう叫んでる人喧嘩してる人あと家の前があのストリートミュージシャンのなんかプチメッカみたいに最近になってきて。 もうね、毎日同じやつ来るんすよ。テナーサックスの兄ちゃん来てね、ドラえもんとか来くんすよ。あ、ごめん、ドラえもんちゃうわ。スーパーマリオや。ラララララ,ラとかね。絶対同じところで間違えるんすわ。覚えてこいや、っていつも一人で突っ込んでるんですけど。もう、あんな、あんなとこで住んでたらね、それはおかしになりますよ、なんか。 絵か悪いか知らないですけどまあだからそんな雑音にも負けない強い信太いで音になっていくんかななるんちゃうかな結局例えば向こうでセッションとか行っても向こうに行った時にこれ一番最初にちょっとなんか先輩ミュージシャンに言われたんが「おたくや」と。 吹いてる内容はすごいいいのに君は音が全然前に届かないからその,その内容の良さが届かないっていう話をされたって言って1年目ぐらいの時にそれぐらい僕思いっきりでかい音で吹いたんですよその時でも結局何が違うかったかっていうと音の音量じゃなくて音のクオリティが違うかったんですよ結局いいい音音で大きい音なのか ただ大きい音なのかのか差が全然違うんですねでこれはまあ楽器の話なんであれなんですけど結局ドラマーがシンバル1枚ピューンって叩くスネアを叩くそれにももうクオリティが全然違うトランペットでもそうなんでこれは絶対間違いないんですけどどの楽器でも一つの音をいかにコントロールしていいクオリティで出すかっていうことの感覚に関してたら。 ニューヨークに集まっているミュージシャンは本当に桁違いにすごいと思うのでそれはもうほんまにあそこの音楽シーンの自力になってるなっていうのはすごい思いますねまあただとにかく音はでかいです一時期僕の家の下がバーでまあ一般朝3時まで大音量で平日火曜日 水曜日関係なくですねもう大喧嘩しましたよ、下げてくれ、バーの上に住んでるからこういうもんやって言い返されて、なんでやねんって言て、大変やったなー、でもそこ家賃滞納して、1年かかって出て行ってくれたんですが、いや、でもあんなんもうノイローゼなるぐらい、ら結局、その日本じゃ絶対に考えられない、もう警察動いてるやろみたいなね。 レベルのノイズぐらいなら向こうだったら我慢せなあかんというかみんなうるさい音出してるから OK の物差しが違うんかなーなんて、えー、思ったりもしますしさっきも言ったミュージシャンの,その音へのこだわり音のクオリティのこだわりというかそういうものもあったりとかして面白い場所でございますぜひ皆さん一度住んでみてはいかが <music> えー、ということで今回は、まあ、ちょっとこう感覚という、まあ、抽象的ではございますが23年間日本で住んで,で17年間ニューヨークに住んで自分の知らないうちに何かが感覚として変わってるんじゃないかっていうものを、えー、ちょっと話してみましたけどもまあ今回のねアルバムでは。 音像というものにものすごくこだわったということがあるのでそのさっき言ってましたその聴覚耳の方での,その感覚っていうものをまたどっかでむちゃくちゃ掘り下げてプラス、えー、グルーブリズムの取り方だとかその辺のちょっとこの折り入った深みに沼に入っていく回があってもいいかななんとも。 思っておりますが、えー、今日もご清聴ありがとうございました電車の中の方バスの中の方、えー、通勤途中の方はまたまたベッドの中の方今起きたぞという方、えー、皆さん今日も一日頑張って明日も一日頑張ってまいりましょう黒田拓也でございましたさようなら <music>